もうここから波って怒ってっから。あ、もうね、高い波出てっからさ。インティマシーコーディネーターって今思う意味をちょっと答えてほしい。え？インティマシーコーディネーターっていうね。インティマシーコーディネーター？そうそう、今ちょっと書くわ。最初聞いた時にインティマシーコーディネーターって聞こえたのよ。だから最初、なんか陰気が増してる、なんか陰キャが増したコーディネートのことかなみたいな。ちょっと陰キャファッションみたいな感じかと思っちゃって。ちょっと差別用語すぎるなそれ。それはやばい、配信で使えない、これ大丈夫？あ、大丈夫。インティマシーコーディネーターか。なんかガンダムで出てきそう、なんかあアニメとかの。ありそう。インティマシーが特にありそうね。そうだよね、うん、インティマシーコーディネーターみたいな感じの、なんかロボット機体、なんかかっこいいのありそうだなみたいな風に。やりそうだな。え、じゃあガンダムの機体ってことこれ。うん、ガンダムの機体。なるほどね。インティマシーとはいわゆる映画やドラマでの濡れ場のことらしくてですね、制作現場でヌードなどキスシーンなどの撮影の際に監督と俳優の間を取り持つ仕事だし、インボイス制度って何かわかる？え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 ？あのね、うん、何これ、教えて先輩。もう一回言って。インボイス制度。一応字で送ったわ、ディスコの。あ、見ればわかるよ。あ、見ればわかる。見ればわかる。見て、ディスコの文字見て。あの、うん、ボイスが、うん、中に入ってる制度だよね。そのままじゃねえか。ボイス詰め込みセットみたいな制度だよね。うん、あ、詰め込みセット、うん、はいはい。タマコだったら、タマコのボイス、うん。あ、そうそう、まあまあ、詰め込んだ制度。これタバコの中でしか使えなさそうやな。絶対ちゃうやんこれ意味。23年10月1日から消費税の計算納税申告制度が変わる、インボイス適格請求書などの保存数方式のことで。大谷ルールってわかるかな？これ大谷なのか大谷なのか分かってないんだけど。大谷翔平じゃない？あー、大谷さんのルールってこと？そうじゃない？例えばどんなの？例えば何かを二刀流するという意味ではないでしょうか。うわ、大谷翔平ってほら、うん、ピッチャーとバッター両方できるよね。あ、そうなの？そう。すげえ。それですごいか、天下取ってるっていうかすごいから、大谷翔平さんのことなのではないでしょうか。え、じゃあみんな、じゃあ、武器二つ持たないといけない。そう。やば、メジャーリーガーとかじゃないと無理そうですね。大谷選手の活躍を想定して作られた規則で、俗称でやると。OBL、かっこ、オールドボーイズネットワーク。何それ、なんか PL の何かですか。オールドボーイズネットワーク、はい。え、むずくないこれ。なんとなくいいんだぞい。オールドって意味なんだっけ。え、あ、英語？英語。あ、そこから？そっからかな。ちょっと私中1からやり直した方がいいかもしれない。昔とかそういう感じかな。あ、ちなみにオールドは古いって意味っす。あ、古い。でこれがそのオールドかはわかんないっす。わかんない。でもさ、これ直訳するとさ、おじいさんたちが使うネットワークみたいなって。何をするにも地がでかいし、おじいさんもやっぱね、おばあさんとかにもやっぱ誰にも見られたくないものとかもあるかもしれない。うわー、何やろ、おはじきとか。おはじきではないか、なんだろうな、まあなんか、まあ、過去の過ちだったりとか。キャバクラの名刺とか。そうそう、キャバクラの姉ちゃんのなんか情報とか、キャバクラの姉ちゃんとの連絡とか。そういうのをやるとかないからかなって。え、それそのネットワークで探してるってこと？自滅って裏垢女子みたい。裏垢女子みたいなコーデの男性ってこと？やば。男性中心の組織が作り上げてきた企業文化や仕事の進め方、人間関係などを指す言葉だそうで。顔パンツって何の意味かわかるかな、かまれちゃん。顔パンツ
ツ？はい。え、顔パンツ？はい。あの、変態仮面が顔にパンツ被るみたいなやつじゃない？下ネタが存在しない退屈な世界みたいなさ。あアニメの、そうそう、パンツ仮面みたいな。これなんとですね、あの、流行語なんですけど。はい、ガチ？え、それ踏まえてなおそうだと思う。流行語？うん、そんな人見たことないな。なんかね、流行語だから多分ギャルが、いや、マジで顔パンツって言うと思うから、言ってほしい。やっぱ、顔面パックみたいな。あー、なるほど。こっちで行こう。あ、じゃあ、顔パックの方ね。なるほどな、うん。マスクはもはや下着のような存在で着用しないと恥ずかしいという声から生まれた言葉だそうだ。青春ってすごく密なので。これ。エロ。江戸蜜の蜜が蜜じゃん。あ、ちょっと蜜つぼの蜜じゃん。すいません、これ字間違いました。おい、すいません、こっちの蜜でした。すいません、そっちの蜜もエロいな。どっちの蜜もエロいか。これなんだ、おじさんが言ってそうだな。おじさんってさ、青春って言葉好きじゃん、うん、え、そうなの。青春真っ盛りの人って青春ってあんま使わないイメージあるからさ。ちょっと待って、私よく使う。あ、ごめん。あ、まだ青春真っ盛りだったね。そうだよ。ごめん、ちょっと今の使わないでもらって。絶対使うわ。うわいいよ。やったー。おじさんが青春のこと言うときに言う言葉ってこと。うん。ネクロもおじさん。あ、僕は、そりゃおじさん。公認だから。猫おじ。猫おじなのはね、昔からなんだよ。うん、あ、そうなの？そうだよ。適当に言ったのに。合ってるよ。イエーイ。夏の甲子園で宮城県の仙台育英高校が東北勢として初優勝し、須江航監督が優勝インタビューの際に発した言葉ということで、めちゃくちゃエモいセリフなんですよね。ちょっとこれがね、今第一線の流行テーマの方ならわかりますよね。これわかりますよね。